あ、なんか こんばんは。はい。さあ、私最近作ったね、スマホケースを作りました。とこのオルゴナイトを作りまして、チャネラーさんに波動チェックしていただいて、波動はありますよということです。これには隕石パウダー入れてますね。隕石パウダーね。あ、こっちには入れてないわ。波動チェック。私は左手から冷たい風、右手から暖かい風が来るんでして、だからなんか目に見えないものを扱う占い師とかヒーラーとかに向いてるんでして、いやって言われました。あ、以上です。あ、そうだ、オラクルカードね、自分で言うのもあれなんですけど、これ傷ついたヒーラーっていうカードをたまたま引いたんですよ。これびっくりだ。よくわかるねって、なんでですよ。あなたはこれまでの人生で傷ついた苦難の時を経験したかもしれません。強風の吹くところでは最も深くなるのでした。ってねえ、どういうこと。あとね、これ、ね、手作りのこれなんだっけ、蜂蜜屋さんで買ったハンドクリームキットを、オリーブオイルと蜜ろうがね入って売ってたんですよ。それ湯煎で溶かして、エッセンシャルオイル足したんですよ。足してちょっと粗熱取って、それではこんなもう誰でもできるよ。私にもできた、皆さんにもできた。どうですか、できないとかって言われるとやる気なくしますよね。ほら、否定されたりね。あ、なんだっけ、前ほら心理学とか脳科学のちょっと勉強に行ったんですけど、ちょっと習い事なんかね、その年はなんか子供が、小学生の子供がなんか飛び箱を何段か忘れたけど飛べなかったのが、なんか仲間たちが集まってできるできるできるっていう、ほら応援のね、励ますメッセージ3回、できるできるできるね、それをしたらね、そのできなかった飛び箱をね、飛べなかった子が飛べるようになった、そういうのをね思い出してさ、ああなんかすごいなと思って、なんか神様はさ、チャレンジする人が好きなんだって。だから私もなんかチャ
レンジするね、ということです。ではごきげんよう、 ありがとうございました。失礼します。よろしければよろしければチャンネル登録お願いしますということで何もなんだか今年なんだか起こるみたいです、大難が小難、小難が無難になりますよ、ね、どうかどうかどうか、はい、失礼します。